こんにちは、北海道ゴルファーのアゼリアルです。今回はオリンピックゴルフ直前スペシャルということで、パリオリンピックのゴルフ競技について特集したいと思います。いつもは PGA ツアーを中心に情報を発信していますが、世界中のトッププロが集結するということで、オリンピックゴルフもより楽しめるように情報をまとめました。ではまず簡単に今大会の概要から解説していきます。オリンピックゴルフは2016年のリオデジャネイロ大会から復活し、2020年の東京オリンピックが第2回目、そして今回パリオリンピックで3回目を迎えます。第1回目のリオデジャネイロ大会では、当時ブラジルでジカ熱が流行していたこともあり、出場辞退が続出。そのためフィールドは寂しいものになってしまいましたが、第2回目の東京オリンピックでは世界のトッププレイヤーが集結。そして今回の第3回目のパリオリンピックでも同様に世界で活躍する精鋭たちが出場予定となりました。今回は全英オープンの直後ということで、選手としては移動が少し楽になっているのもプラスに働きました。東京オリンピックではアメリカのザンダー・シャウフェレが18アンダーで優勝、2位にスロバキアのローリー・サバティーニ、そして3位は7人でのプレーオフの末、台湾の CT パンが銅メダルを獲得。3位を争うメンバーには松山選手も入っていましたが、惜しくも敗れてしまいました。今大会ローリー・サバティーニは出場できませんでしたが、ディフェンディングチャンピオンとしてザンダー・シャウフェレが出場。もちろん松山英樹選手も悲願のメダル獲得に向けて出場予定となっています。では出場資格について簡単に解説しておきます。2024年のパリオリンピックでは東京オリンピックと同様に60人のゴルファーが参加できます。開催国のフランスは1名の不出場枠が確保されています。その他の59名は世界中のプロゴルファーをランク付けしているオフィシャルワールドゴルフランキング、通称世界ランク OWGR に基づいて選出されます。簡潔にまとめると次のような条件となります。 1. 開催国から少なくとも1人のゴルファーを選出。 2. 各大陸から少なくとも1人のゴルファーに出場資格を与える。 3. 世界ランク15位以上の選手は無条件で参加資格を得るが、同じ国からは4人までの制限。4. 世界ランク15位以下の選手は1つの国によって最大2人まで出場資格を得る。世界ランキングは2024年6月17日終了時点のものを採用しており、上位の選手から順に出場権が確定します。もちろん選手の意思によって出場するしないは選択することができ、その場合は同国の選手の中で繰り下げとなっていきます。では出場選手を見ていきます。今大会は31の国から60人の選手が出場します。人数が少ないため国別に全員分紹介します。まずユナイテッドステイツ、アメリカだけは世界ランク15位以上に4人以上の選手がいたため、上限いっぱいの4人が出場。これは全ての国の中で唯一です。出場権を獲得したのはスコッティ・シェフラー、ザンダー・シャウフェレ、ウィンダム・クラーク、コリン・モリカーとなりました。まあいずれもトッププレイヤーなので、確率的に見ても最低でも1人はメダルを獲得すると思われます。続いてアイルランド、世界ランク2位のローリー・マキロイと世界ランク33位のシェーン・ローリーが出場。いずれも今年調子が良く、開催地がヨーロッパということもあって有力候補となりそうです。マキロイは東京オリンピックの際に3位争いのプレーオフで敗れているので、今回は何としてもメダルを獲得したいと思っているはずです。続いてスウェーデン、世界ランク4位のルドビグ・オーバーグと55位のアレックス・ノーレンが出場。オーバーグはすごく期待されている2年目の選手で、今回のオリンピックでも注目なのは言うまでもないんですが、アレックス・ノーレンは個人的にかなり期待しています。今季非常に調子が良くて安定感があるので、ひょっとしたら上位争いに絡んでくるかもしれません。今大会が開催されるコースで優勝した経験も持っています。続いてノルウェー、世界ランク6位のビクター・ホブランドと281位のクリス・ベンチュラが出場。ホブランドは昨シーズン PGA ツアーで年間王者に輝き、ナンバーワンの称号を得ました。ただ今季はピリッとせず、全英オープンでも予選落ちだったため少し不安が残ります。クリス・ベンチュラは PGA の下部組織コンフェリーツアーに参戦している29歳の選手。コンフェリーツアーのランクも上位のため、来シーズンは PGA ツアーに昇格する可能性があります。
続いてスペイン、世界ランク9位のジョン・ラームと113位のデイビッド・パイクが出場。ジョン・ラームは昨年リブゴルフに移籍、今季メジャー戦ではあまり成績が振るいませんでしたが、全英オープンでは7位タイに入りました。デイビッド・パイグもリブゴルフ所属なので、スペインはいずれもリブゴルフのメンバーということになりました。続いて日本、世界ランク12位の松山英樹選手と83位の中島啓太選手が出場。松山選手には東京オリンピックでの借りを返してほしいですし、メダル候補なのは間違いありません。ただヨーロッパでの試合は苦手にしているため、そこがどうなるかですね。中島選手は今季からヨーロッパのツアーで活躍しています。全英オープンでは無念の予選落ちだったため、今回は奮起してもらいたいですね。続いてグレートブリテン、世界ランク13位のトミー・フリートウッドと18位のマシュー・フィッツパトリックが出場。いずれも実力のある2人でメダル候補となります。特にフリートウッドはなんとなく今回メダル争いするんじゃないかなと思ってます。なぜなら彼も今大会が開催されるコースで優勝した経験を持ち、さらに同コースで開催されたライダーカップにも出場したことがあるからです。続いて開催国のフランス、世界ランク20位のマシュー・パボンと78位のビクター・ペレスが出場。マシュー・パボンは今シーズンから PGA ツアーで活躍していて優勝もしています。開催国の選手ということで、2人には大きな期待と注目が集まるでしょう。続いてオーストリア、世界ランク21位のセップ・ストラカ1人の出場となります。彼は本当に安定感のある選手なので、今回要注意です。東京オリンピックにも出場していて10位タイでした。続いてオーストラリア、世界ランク24位のジェイソン・デイと36位のミン・ウリーが出場。ジェイソン・デイはここ 1,2 年で復活してきて世界ランクも上げてきました。注目はミン・ウリー、 PGA ツアー2年目の選手でポテンシャルの高さは若手選手の中でも随一。オーストラリアは定期的にいい選手が出てきていて、次を担うのはこのミン・ウリーだと思います。続いて韓国、世界ランク26位のトム・キムと27位のアン・ビョンホンが出場。韓国のオリンピック出場枠をめぐってはかなり壮絶な争いでした。それだけ韓国人選手は優秀なプレイヤーが多く、最後の最後まで熾烈を極めました。トム・キムはまだ22歳で、次の韓国を担うであろうエース候補。アン・ビョンホンは30歳付近になってから急激に伸びてきて、今季は素晴らしい活躍を見せています。韓国人選手はオリンピックで金メダルを獲得すると兵役が免除されるという特権もあるので、他の国の選手とはまた違ったモチベーションで大会に臨んできます。続いてカナダ、世界ランク35位のニック・テイラーと37位のコーリー・コナーズが出場。今年の PGA ツアーはカナダ勢が元気で、こちらも出場枠争いが熾烈でした。他にも候補者はたくさんいました。ニック・テイラーはここ 1,2 年で成績を伸ばしてきている選手で、コーリー・コナーズはどちらかというと毎年安定して活躍するタイプです。続いて南アフリカ、世界ランク40位のクリスティアン・ベズーデンハウトと67位のエリック・バンルーエンが出場。南アフリカも定期的に素晴らしい選手を輩出していて、今世代交代が進んでいます。以前まで活躍していた主要メンバーはほとんどがリブゴルフに移籍してしまったためです。2人とも実力があり、これからの活躍が期待されていますが、今回は特にクリスティアン・ベズデンハウトに注目していただきたいです。続いてドイツ、世界ランク42位のステファン・イエーガーと134位のマティ・シュミットが出場。ステファン・イエーガーは今季 PGA ツアーでキャリアハイの成績を残しており、今大会に期待がかかります。マティ・シュミットは PGA ツアーに参戦して2年目、2年間苦戦は続いていますが、やはりヨーロッパから来る選手はまず慣れるのに時間がかかります。まだ26歳の選手のため、今後の活躍が期待されます。続いてデンマーク、世界ランク44位のニコライ・ホイガードと85位のトルブルン・オルセンが出場。特にニコライ・ホイガードは将来を嘱望されている選手で、ヨーロッパを代表する選手の一人になる可能性があります。かなりポテンシャルの高い選手なので、ぜひ注目してください。続いてベルギー、世界ランク48位のトーマス・デドリーと187位のアドリアン・デュモンド・シャシャールという、すごく名前の長い選手が出場します。
トーマス・デトリーは今季すごく調子が良く、フランスでの開催なので地の利を生かして上位争いする確率が高いです。アドリアン・デュモンド・シャシャールという選手なんですが、 PGA ツアーを専門にしていながら本当に申し訳ありませんがあまり詳しくありません。今季から PGA ツアーに参戦しているルーキーです。続いてアルゼンチン、世界ランク52位のエミリアノ・グリーロと98位のアレハンドロ・トスティが出場。いずれもですね、クロート好みの選手というか、グリーロは毎年安定して活躍してくれるプレイヤーです。背格好が日本人とほぼ一緒で非常に参考になるスイングをしています。アレハンドロ・トスティは今季から PGA ツアーに参戦しているルーキー。まだまだ安定しないところもあるんですが、爆発力のあるタイプですね。ハマったら面白いかもしれません。続いてニュージーランド、59位のライアン・フォックスと190位のダニエル・ヒラーが出場。ライアン・フォックスは37歳ですが、 PGA ツアーに本格参戦してからまだ2年目、ところどころいい成績を出したり、この年で PGA ツアーに入ってきながらも頑張っています。ダニエル・ヒラーはヨーロッパ DP ワールドツアー所属、こちらはまだ25歳でこれからの活躍が期待されるプレイヤーです。続いてポーランド、世界ランク73位のアドリアン・メロンクの一人が出場。彼はリブゴルフに所属しています。まあその経緯というのがいろいろとありまして、アメリカ選抜対ヨーロッパ選抜が2年に一度戦うライダーカップという団体戦があるんですが、昨年のライダーカップでアドリアン・メロンクは選ばれるであろう位置についていました。しかし選出されたのは先ほど紹介したデンマークのニコライ・ホイガードでした。それがリブに移籍した大きな要因だったそうです。ただまあ彼は非常に実力があるのは確かですし、飛距離がすごいです。続いてチリ、世界ランク99位のホアキン・ニーマンと320位のミゾ・ペレイラが出場。こちらもですね、いずれもリブゴルフ所属の選手です。ホアキン・ニーマンに関してはまだ25歳と若く、本当に実力のあるプレイヤーです。ミト・ペレイラは個人的に結構好きな選手で、スイングがかなり独特です。それに加えてミトちゃんミトちゃんって呼んでいたので、勝手に愛着を覚えていた選手でした。続いてフィンランド、世界ランク100位のサミ・バリマキの一人が出場。この風貌ですがまだ26歳、 DP ワールドツアーで活躍し、今季から PGA ツアーでプレーしているルーキー。1年目ということもありちょっと苦戦しています。続いてチャイニーズ・タイペイ、世界ランク108位のケビン・ユと140位の CT パンが出場。 CT パンは前回東京オリンピックの銅メダリストです。ケビン・ユは昨シーズンから PGA ツアーに昇格した若手選手、まだ地味ながらも順調に成長しているプレイヤーです。続いて中国、世界ランク155位のカール・ユアンと338位のドウ・ズーチェンが出場。超大国の中国ですが、ゴルフはまだあまり強くないんですよね。そこを何とかするために中国はゴルフを推進していて、選手の強化に取り組んでいます。カール・ユアンはその恩恵を受けた選手で、中国ツアーは PGA の傘下に入っており、そこから下部組織のコンフェリーツアー、そして PGA ツアーへと昇格してきました。ちょっと苦戦は続いているんですが、現状では中国のエースとなります。続いてコロンビア、世界ランク177位のカメロ・ビジガスと269位のニコ・エチェバリアが出場。カメロ・ビジガスは長年 PGA ツアーで活躍していて、通算5勝を挙げています。42歳とベテランの域ということもあり、ここ 2,3 年は苦戦が続いています。対してニコ・エチェバリアは29歳で PGA ツアー2年目の選手、今年は2年目の選手が PGA ツアーで一つのポイントとなっています。2年目の選手の優勝が非常に多いんですね。今回はそういったジンクス的な意味も込めて期待しています。続いてイタリア、世界ランク180位のマッテオ・マナセロと198位のグイド・ミリオッチが出場。いずれもヨーロッパ DP ワールドツアーでプレーしているプレイヤーです。マナセロは DP ワールドツアーで通算5勝、ミリオッチは通算4勝を挙げています。ミリオッツィも今大会が開催されるコースで優勝した経験を持ちます。イタリアといえばフランチェスコ・モリナリが有名でしたが、世代交代ですかね。イタリアはヨーロッパの中でもあまり有名なプレイヤーがなかなか生まれてこない国です。続いてインド、世
世界ランク219位のシャバンカル・シャルマと261位のガガンジード・プラーが出場。シャルマは以前から少し注目していて、インドからなかなか面白い選手が出てきたなと思っていました。近いうちに PGA ツアーに来るんじゃないかなと思っています。ガガンジード・プラーについてはちょっとあまり存じ上げてなくてですね、アジアンツアーでプレーしているそうです。続いてプエルトリコ、世界ランク221位のラファエル・カンポス1人が出場。彼は大学進学の時にアメリカに留学して、その後 PGA ツアーラテンアメリカに参戦。そこから PGA の下部ツアーを経て現在 PGA ツアーでプレーしています。まさしく叩き上げの苦労人なんですね。プエルトリコで有名な選手はいないので、オリンピックで活躍して母国のゴルフ人口を増やしていきたいですね。続いてメキシコ、世界ランク240位のカルロス・オルティスと312位のエイブラハム・アンサーが出場。いずれもリブゴルフ所属の選手です。リブ所属のため世界ランクはかなり下ですが、もしリブゴルフにも世界ランクのポイントが与えられているとすれば、2人とももっともっと上にいてもおかしくないです。それだけ実力のある2人となります。ですので今回メキシコの両選手は結構注目しています。続いてタイ、世界ランク242位のキラデク・アフィブ・アンラドと287位のパチャラ・コンワット・マイが出場。アフィブ・アンラドは日本のゴルフファンにも有名だと思います。以前は日本のゴルフツアーに所属していて、そこから PGA ツアー、今はヨーロッパ DP ワールドツアーでプレーしています。とにかく特徴は飛距離。一度生で見ましたが、そのダイナミックなスイングとインパクト音は忘れることができませんね。パチャラ・コンワット・マイはちょっと情報が少ないんですが、現在25歳でアジアンツアーで活躍しています。タイの有望若手選手となります。続いてマレーシア、世界ランク257位のガビン・グリーン1人が出場。現在ヨーロッパ DP ワールドツアーでプレーしています。今季はまずまずの成績を残していて、もしかしたら近いうちに PGA ツアーにやってくる可能性がある選手です。マレーシアもなかなかパッと思いつく選手はいないですね。最後にパラグアイ、世界ランク343位のファブリッツィオ・ザノッティが出場。彼もヨーロッパ DP ワールドツアーでプレーしていて、これまで通算2勝。今季は苦戦していますが、実績を持ったベテランプレイヤーです。では今大会で使用されるコースについて紹介します。今回の舞台となるのはパリ中心部の南西にあるギュイアンクールにあるザ・ゴルフナショナル。パー71、7147ヤードのセッティング。1990年に開業し、ヨーロッパのゴルフリゾートランキングトップ25にランクされている人気コースです。パー72のメインコースアルバトロスとパー71のエーグルの2つのコースがあり、オリンピックではアルバトロスコースが使用されます。このコースは毎年フランスのナショナル大会である全仏オープンの会場となっており、昨年は日本の久常涼選手が優勝したことでも有名です。実は2018年のライダーカップの会場としても使用された実績があり、その時プレーした選手も何人か出場リストに含まれています。意外なことにその時のアメリカチームでプレーした選手は今大会出場しておらず、ヨーロッパの方には何名か含まれています。それがローリー・マキロイ、トミー・フリートウッド、ジョン・ラーム、アレックス・ノーレン、トルベルン・オルセンの5名。そのうちローリー・マキロイを除く4名はライダーカップ初出場でした。しかもその時の大会はヨーロッパチームの圧勝。そういったこともあり、今回はヨーロッパ選手の方が有利かもしれません。このコースの特徴は一言で言うなれば、アメリカのコースっぽいということです。それもそのはずで、ゴルフナショナルはフランスで初めて TPC モデルに基づいて建設されたコースだからです。 TPC というのはアメリカの PGA が管理運営しているコースで、基本理念としてプロトーナメントを開催するために設計されており、ギャラリーが見やすい工夫が凝らされています。また技術的に難しいのはもちろん、自然との調和を大切にした景観が美しいというのも特徴の一つです。参考写真を見ても伝わってくると思いますが、なんとなくアメリカのゴルフコースに似ていて、すごく美しいコースですよね。では最後に今大会の注目選手を3人だけ紹介したいと思います。優勝する可能性の高い選手、奮起が期待される選手、
ひょっとしたらメダルに届くかもしれない面白い選手の3つのカテゴリーで選出しました。1人目はアメリカのザンダー・シャウフェレー。優勝する可能性の高い選手として選出しました。今年の成績は言わずもがな優秀で、全米プロと全英オープンで優勝。1年間の間にメジャー戦で複数回優勝するのは2014年のローリー・マキロイ以来10年ぶり。今年は明らかにシャウフェレーにとって転機となった年となりました。前回の東京オリンピックの金メダリストで、今年の調子を考えると真っ先に優勝候補に上がります。同国に怪物のスコッティ・シェフラーがいますが、正直今のシャウフェレならシェフラーを上回るんじゃないかなと思います。特徴にも書いていますが、全英オープンでも優勝していることから、どの地域どのコースにも対応できるのが強み。そのため今回は最も優勝する可能性の高い選手としてシャウフェレを推したいと思います。2人目はフランスのマシュー・パボン。こちらは奮起が期待される選手です。パリオリンピックということで母国開催、それが京都出るか吉と出るかですが、私は絶対に吉と出ると思います。それほどまでに自国開催というのはモチベーションの面でも実力以上のものが出る時がありますし、ゴルフだけに限らず他の競技でも同じような現象を見てきました。前回大会男子では松山選手が銅メダル争い、女子では稲見萌寧選手が銀メダルを獲得しました。それだけに今回のマシューパボンは相当期待しています。3人目はスウェーデンのアレックス・ノーレン。ひょっとしたらメダルに届くかもしれない面白い選手枠で選出しました。理由は2つ。1つは今季すごく調子がいいということ。優勝はありませんがシーズンを通して安定していますし、そろそろ優勝争いしてもおかしくないんじゃないかなと。もう一つの理由は、今回のザ・ゴルフナショナルで開催された全仏オープンで優勝経験があるということ。2018年にそれを達成していて、さらに同コースで開催されたライダーカップにも出場経験があります。それらの要素を組み合わせた時にメダル争いにももしかしたら食い込んでくるんじゃないかと思いました。今回はここまで紹介した3名に注目して見てみてください。今回はコース紹介でも話した通り、ちょっとアメリカのコースに近いので PGA ツアーを主軸としているメンバーも比較的やりやすいのかなと思います。全英で開催されるリンクスコースとは全く異なるので、全英オープンでいい成績が出せなかった選手にも十分チャンスがあります。そういった意味では松山選手も中島選手も大いに期待したいですね。2人のどちらかがメダルを掲げているところを見たいものです。オリンピックゴルフは前回も同様でしたが、結構意外な選手が上位に来たりするので、普段とは違った面白さのある大会となりそうです。皆さんで日本勢を応援しましょう。以上、オリンピックゴルフ直前スペシャルでした。普段は PGA ツアーを中心に様々なゴルフ情報を発信しているチャンネルです。よかったらチャンネル登録、いいねのクリックもお願いします。それではまた次回お会いしましょう。